えば、みちのくの英雄、名声オペラ、G1 を参照し、地方の水沢の星となった名馬、デビュー戦を4馬身差で圧勝し、将来を期待されるも、出遅れや落鉄の影響により4連敗。しかし、競馬を覚え始めた3歳くれから、9連勝を達成。その矢先、名声オペラは頭蓋骨を骨折してしまい、復帰から2連敗を喫するも、桐花賞で、復活勝利を遂げる。その後、アブクマポードに4戦し、そのうち1勝したマイルチャンピオンシップナング杯に、活路を見出し、中央のフェブラリーステークスに出走。地方所属馬が、初めて中央 G1 を制し、これは2022年6月現在でも、名声オペラただ一頭の、歴史的快挙であり、名声オペラはみちのくの英雄として、今もなお語り継がれている。他にも紹介希望があれば、ぜひコメントへ。